い。朝早い。10時です。僕レイクレのね撮影基本1時集合なんですけど、10時もう早朝です。僕からしたら何ですか。いきなり呼び出して。今日はねこれ後ろ見てもらったら分かるんですけど。はい、アンダーマーさんにちょっとお声掛けいただいてまして、はい、なんかあるらしいんですよ。なんかあるって言って10時に呼び出すのもなんかちょっと僕は気に食わない、かつやさんに乗り気がないんですけど、何があるの。じゃあもう10時眠たいからもう帰りますっていうのはもう無理ですよね。行かないと始まんない。じゃあ行きます。早速やっていきましょう。ガーイ、はい、結構でも一般的にはそんな早朝ってこともないよ。一般的にはそうかもしれないですけど、一般的には朝5時まで編集しないんですよ。確かに。あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。うわ、はじめまして。あなたがですか。僕を10時に呼び出した方ですか。すいません、朝早く今10時だよ。失礼すぎる。すいません。いやいやいや、もう10時ですもんね。すいません。そうなんですよ。いつも寝てますもんね。寝てますよ。すいません、僕1時まで起きないんで。いや、とんでもないです。もうそれもおかしいんで話ですけど。ありがとうございます。いや、とんでもないです。何ですか今日は。今日はですね、はい、ちょっとうちの契約選手のステフィン・カリー選手のイベントだったりですね、はい、懐かしい、いろいろ、はいはいはい、内緒で心斎橋店もいらっしゃったってことでですね。あ、そうですね、はい、いろいろちょっと絡みもあってですね、はい、今までお世話になったっていうこともあってですね、今回はこちらを準備しました。これ何かというと、はい、心斎橋店で自由に買える商品券10万円分をちょっと今日はプレゼントしようかと。ってなったらまあ10時に呼び出したこともまた話は違うんですけど。早っ。ありがとうございます。手取り早っ。ありがとうございます。いや、マジ10万円なんですよ。でここでしか使えないんで、はい、10万円、はい、ここでしか使えないんで、ちょっと今日は、ね、バーッと。え、マジで使っていいですかこれ。やってたから買っちゃってた。ほんまに使いますよ。え、いいんすか。マジか。これはもう会社の上のもんに僕は掛け合いましたね今日。マジっすか。いや、なんかすいません、なんか10時間。いやいやいや、申し訳ない。さっき期限だったんで大丈夫かなと思って。あ、いやいや、もうさっきのなんかこれとかもカットしてめっちゃ文句言ってたのに。いや、本当にもうあのオープニングとか文句も全部カットしてもう あそこ全部僕の声とかも全部変えて、あのアンダーマン素敵やぞっていうのに変えてください、テロップも。じゃあ早速じゃあ買っていきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。これあれですよね、多分コンビニで買ったやつですね。100円、105円です。いやいや、言うな言うな言うな。はい、ってことで早速買い物していくんですけど、はい、もうチャリンチャリンチャリン、はい、もう来てます。はい、もうこれで購入します。いきなり購入してます。マスクもね。そう、マスクもや。ここにアンダーアーマーとで、これがカリーのマークがね、ピンクの。あの店員さんがこれを着てて、ええー、なと思って、こう一緒のマスクで。そう、これね、あ、これええなっていうので、あのこれ選びました。あとこのバスパンね。だからアンダーアーマーのバスパンちょっと憧れやるな、高校の時俺めっちゃ欲しかったもん。だから今めっちゃ幸せです今着れてっていう感じで、靴下もアンダーアーマーで、で今から買い物、これもじゃあプラスあのしといてください。これで今から買い物します。もう何でもいいんですよね。何でも大丈夫。バスケのやつとかに限らず、限らず最高やんけ。だけどなんかアンダーアーマーのバスケ以外のところ見んのもなんか結構新鮮かも。うわ、めっちゃいいやん。どうですかこれ。スウェットね。スウェット、うわ、俺これもめっちゃ憧れだって。なんか海外の人がこれの例えばこういう上下とかで細身のやつでめっちゃかっこいいイメージあったね。これ、え、じゃあこれも買っていいってことですか。大丈夫です。最高や。ごめん、なんか朝10時早いとか言っちゃって。Lサイズですか。これ L いけるんですか。いや、 L でいきます。パツパツで。じゃあ僕も L で。 L で、はい、上下 L で。上下 L で大丈夫です。いや、 L じゃないでしょサイズ。いや、もう XL でしょ絶対。パツパツで来た方がこれは。筋トレしますか。絶対筋トレはしてないですね。マジっすか。はい、もう全然あのサボってます。何してたんですか。毎日寝てるだけでこうなったんで。え、寝てご飯食べれば
マジっすか。マジでなんかアンダーマーって無理やり筋トレとかさせられてるのかなっていうぐらい無理やりやらされそうにはなりますどうですかこれ。サンダル、サンダル、これ夏大活躍。マジで吐き出したら楽なんですよね、これやめられへん、他の靴履かれへん。しかも見てこれ何やったっけ、ミシュランマンや、ミシュランマンおんねんけど。これなんかタイヤらしいです、さっき聞いたら。かっついな、すっごいな。え、でもこれもいいですか、これ一つチャリンって。チャリン行きました、チャリン行きましたね。結構ハイペースやね。いや、あのまあまあまだね。そう、やっぱもう10万円って聞いてからもう目に入って欲しいと思ったものは全部手に取ろうと思ってるんで子供の夢叶えてるな。いや、ほんまにこれマジで夢ですよね。こんなことないもんな。とりあえずじゃあ上行きますか。あの僕最近太ってきたんですよ。走らんとあかんなと、この際なんで、あのランウェア買います。もう走る宣言ってこと。走る宣言なんです。まず形からね、痩せますそうですよ、ランナーっぽい。え、マジランナーよ。うわ、俺マジで走ろう。半パンも、そうやな、半パンも買っとこうか。やっぱ夏になったら暑くなりますもんね、今からの季節。ありがとうございます、走る決意できましたぜひ、はい、もう乗るまで毎日決めていただいて、はい、いや、マジで走ります。これめっちゃいい、ありがとうございます。これいいですか。はい、走りました。多分こちらもまずめです。ありがとうございます。なんかもうちょっと僕が有名だったら、なんか当たった人とか10万円分何でも好きなもん買っていいよって言ってやりたい。有名経験してるんだよね買わせてあげたい、みんなに。いや、僕これ欲しいんですよ、バッシュカリー。僕カリーシリーズ結構多分動画でも入ったと思うんですけど、あのそれの新しいやつで、で、これがあれですよね、僕さっきちょっと聞いたんですけど、カリーがオリンピックで履くはずやった。そうですね、はずだった。すげえな。え、これカリーなんぼでしたっけ。カリー8です。8です、ね、はい、8作目。カリー8、8作目。僕履いたの何やったかな、カリー6やったかな。6も履いたし、5も履いたのかな、多分。そう、それの8で、カリーがオリンピックで履くはずやったバッシュ、これを履きたいですよね。はい、これもこの日でお願いします。カリー8です、これが。いや、これね、これマジレビューしていいですか。僕あの忖度ないんで、本当にマジレビュー。あの目の前にアンダーアーマーさんの人がおるとか関係なしで言わせてもらうと、カリーシリーズはマジで僕は履きやすい。5、6履いたんですけど、どっちもめっちゃ履きやすかって、で結構使ったんですけど、軽くて、で足首がちゃんと意外にねしっかりしてるんですよ。だから僕正直これであんま怪我とかもなかったかなっていうのと、やっぱこの僕ローカット大好きなんで、ローカットで動きやすいっていうのをすごいやっぱ入って思ったかなっていう、それの8なんで、まあこれがまだねバスケしてないんでまだ何とも言えないですけど、カリーシリーズは僕個人的に結構好きかな、動きやすいバッシュかなっていうの。全然コビ打ってないですよ。ありがとうございます。全然コビ打ってないですよ。いやけどこれマジ、これマジアンダーアーマーさんがどうとかじゃなくて、本当にマジで履きやすくていつも愛用させてもらってます。はい、ってことで、ここで買い物終了ということでね、あの僕いつもそれこそ買わされる側なんで、なんかこう買ってもらうのがすごい違和感なんですけど、まあまあ嬉しいですけどね、嬉しいですけど、なんか違和感やねんな、いつも買ってたから。けどなんかいいですね、人からこう買ってもらうっていうのもあの経験して。いやけどお会計楽しみですね。あの実際本当に今10万円と言いつつ、僕はあの10万円と言いつつ僕はあの好きなものを選んだから、まあその好きが伝わればあの超えててもまあ大丈夫かなってちょっと思ってるんでまあその期待を込めてはちょっとお会計いきたいと思います。あら、もうそんなんそんなんそんなん金銭で、はい、12点ですね。はい、10万3950円。おお、え、結構ニヤビニヤ僕めっちゃいったと思ってんけど、いや3950円、超えちゃったな。まあでもニヤピンじゃニヤピンでしょ、ね、いや、そう、逆にすごくないですか。もっと15万ぐらいいってるかと思って、ドキドキしてましたよ。え、逆にすごないですか。いや、すごい。いや、なんかこれ、ほんと、下見なしのセンスですか。いや、そうです、そうです。すげえ。いや、ま、ほぼすげえ、ほぼ、はい、マジニヤピンですか。はい、もう3000円ほどなので。いや、なんかニヤピンなんで、じゃあ3000円、もう、端数は
僕自腹で出します。マジっすか、はい、ありがとうございます。やらせていただきます。めちゃくちゃありがとうございます。太っ腹。いや太っ腹ですね。店長後で相談しよう。ありがとうございます。うわめっちゃいい回やった。今日よかった、朝早く起きて。いや本当ありがとうございます。いやありがとうございます。いつも買ってもらうことがないんで。あ、そうなんで、出ていくばっかなんで、お金は。はい、そうなんですか。企画的にやっぱ YouTuber 使うお金でかいんで。いやこうやって買ってもらえる、嬉しいな。また来ます、アンダーマン。買ってもらえ、買ってもらえに、買ってもらえに来ます。はい、あの自分で買うんですよ。もうすぐあの買ってくれ言うて来ます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえこの量。ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。えぐ、めちゃくちゃ嬉しいね。いや、ほんとありがとうございます。よっしゃ、めっちゃ次もじゃあぜひあの僕の仲間の聞いてください。ぜひ。ありがとうございます。いや、お疲れ様です。いや、最高に楽しかったです。ありがとうございます。あの朝10時に呼んでいただいて。朝めっちゃ文句言ってたの、はい、全然、何の話ですか。でね、先ほどね、ちょっと皆さんにも朗報があります。はい、先ほど僕が買ったこのカリー、じゃん、カリー8、なんと僕の動画見てくれてる人 20% オフにしてくれるらしいです。すごい太っ腹。 20% オフえぐない？普通に 20% オフになる方法なんですけども、僕の概要欄の方に、クーポンコードがありまして、TM カリーと、オンラインショップ EC ショップで、クーポンコード売ってもらえると、なんとカリー8が 20% オフで購入できるみたいなんで、ぜひぜひね購入してみてください。これは本当にね、あの僕忖度なしで、マジでカリーはあの普通に履くバッシュなんで、全然僕はめちゃめちゃ履きやすいバッシュなんで、ぜひぜひね、あの皆さん体験してみてください。はい、ということでめちゃくちゃ太っ腹アンダーマーの、トモヤン爆買い旅でした。以上です。バイビー。